の後ろアタックの特殊技能ハゲツバ、あっいいや伊達三傑の後ろアニマツマト、あっ伊達三傑の後ろわしが伊達重真である。わしらが南田へぜひおすすめしたいものといえば、うん、
つけられるもの。そう、温泉である。温泉では、いや、昨晩わしもその風の湯というな瀬戸内にあるところに入る電気風呂は効くな。すぐくさ、一気にね、行きますか。抜けた抜けた。いや、そうじゃない、仙台宮城のこの温泉をわしが400年前政宗様からお預かりした渡里という土地がござる。ここには鳥の海という名の太平洋に面した湾がござるんだな。その湾を一望できる温泉、渡里温泉鳥の海という施設がござる。で、男湯女湯で日ごとにこう変わるわけなんだけども、片方は鳥の海が一望、そして片方は太平洋が一望できるというな。少しもうトゥル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 の湯だからね、ぜひぜひともこうやって使って楽しんでいただければと存ずる。はい、まだまだ私からは仙台駅からも日帰りで行くこともできる秋保温泉、秋保と書いて秋保温泉でございます。そしてお隣の久奈美温泉は美人作りの湯とも言われております、まあ、もう皆様美人だとは思うんですけど、より美人になると思いますのでぜひお越しくださりませ。まずいな、わしももっと美人になってしまったら大変ですね。南白石のうちのこちらの付近には、青根温泉、金崎温泉、小和田温泉という素晴らしい温泉、あとは大型温泉、日帰り入浴の調査の足湯などもあって、さらにその近くには狐村という、今世界的にも非常に話題となっている、スポットがあるけど、こちらもぜひお勧めいたしたい。はい、こちらもお勧めですか。橋からはですね、大重三面堂が一つ、鳴子温泉郷でございますね。こちらには、日の本にある11の泉質のうち、なんと9種類の泉質が、その鳴子温泉郷一つで入ることができますゆえ、そういったさまざまな仙台宮城の温泉、ぜひぜひこちら入りに来てくださいませ。湯に浸かってな、そして、仙台宮城のさまざまな食も楽しんでいただきたい。でもまあ、語りたいことはたくさんあるんだけども時間がないのじゃ。ゆえに続いては仙台宮城の魅力を伝える仙台宮城に御在温度をみんなと一緒に歌って踊ってまいらん。さあ、この度の特別者御在院南札の方々、どうぞご登場ください。皆様ありがとうございます。ありがたき幸せにございます。なんで、なんかね、ホテルのダンサーズは人は人数が多いゆえに、皆様体は何もぶつけないように周りを確認しながら共に踊ってまいりましょうか。こちらが前へ前へ前へ、キマサ様前へ前へ、どうぞ前へ前へ。それではホテルのご専用の特別な動画もご用意してございます。そちらもとっとご覧くださいませ。伊達政宗である。すぐあげつら、なことしっかりと重ねておるか。はぁ、どうじゃ、会場の客人たちも武将枠を楽しんでおるか。さあ、我らも共に舞い踊り楽しもうではないか。仙台宮城御在院の音楽始め。おぉ、
それでは引き続きこの宴を